16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回は日本の国民病腰痛の原因を探り、そしてこの腰痛を正しい睡眠姿勢、枕を使って整えて改善しようというお話です。腰痛を体験したことはありますか？もちろんです。僕も何度か腰痛は経験しましたが、父も母も腰痛持ちです。職場でも何人か腰痛持ちがいます。本人もご家族も、そして職場の方もみんな腰痛っていうことですかね？はい、そうです。実はこの腰痛を体験したことがあるという方は日本人なんと 83% もいるんですよ。大半の人が人生の中で一度は腰痛を体験したことがあると言っても過言ではないと思います。これは日本に限ったことではないんです。2012年に、WHO 世界保健機構を含む主要7カ国で腰痛について研究をしたところ、生活に支障を与える症状の第1位はなんと腰痛だったんです。これがランセットという世界的に権威のある論文に、ジャーナルに論文投稿されたので、世界の多くの人が驚いたという事実があります。なぜ多くの患者さん、一般の方々がこれだけ腰痛に悩みながらも、なぜ腰痛が良くならないか分かりますか？わかりません。こんなに医学が進歩していて、高度な検査や治療があるのになぜですか？実はここに回答があります。ご覧ください。この腰痛の原因の中でなんと 85% は非特異性腰痛といって、原因を確定できない、何が病気の原因なのかをはっきりすることが突き止められない腰痛なんです。腰への物理的な負担、メカニカルな負担はもちろんのこと、それだけではなく、心理、社会的要因というのが大きく関わってきます。皆さんあまり聞き慣れない言葉かもしれないんですが、心理、社会的要因というのは、仕事のストレス、人間関係のストレス、家庭でも、それから会社でも、また、痛みの恐怖に対する精神的なストレス、つまり長い間腰痛を患っていたり、繰り返し腰痛を起こしていると、だんだん腰痛が起こるのではないかという恐怖感が脳に植え付けられてきます。次の腰痛を起こってしまったらどうしよう、また会社を休むのかな、あの痛い思いはしたくないという不安がどんどん積もってしまう精神的ストレスです。一方、たった15%、これが特異的腰痛といって原因がはっきりしているもの、つまり例えば、腰椎椎間板ヘルニア、腰の中の椎間板という軟骨が飛び出して神経に当たってしまう、これ原因が明らかですよね。また腰部脊柱管狭窄症、腰の中の大事な神経が入っている骨の管、脊柱管と言いますが、これが物理的にどんどん狭くなって神経を締め付けてしまう、腰部脊柱管狭窄症。そして骨粗鬆症、皆さんご存知ですか？閉経をした女性、60歳を過ぎた男性、皆さんにだんだん骨が薄くなって、骨がもろくなって、ついには骨折してしまう圧迫骨折、とても腰が痛くなります。でも中には全く気づかないうちに折れている場合もある、このようなさまざまな腰の病気でも、これは原因がはっきりしているわけですから特異的腰痛と言えるわけです。繰り返しますが、原因のわからない非特異的腰痛 85%、一方で原因がはっきり分かっている特異的腰痛はたったの15%なんですね。ですから、
なかなか原因がわからない。よって適切な最も有効な治療を見つけられない。患者様に私たち医療者が提供できなかったり、患者様自身もいろいろ自分で探すんだけれども、ピタッと症状の良くなるような治療に出会うことができない。これが今の腰痛の現状なんです。原因が分かるものがわずかで、分からないものの方が圧倒的に多いんですね。原因が分からなければ治療もなかなか進みませんね。その通りですね。まず原因が分かって、それから治療を組み立てていくわけですから、原因が分からないということは治療の第一歩がなかなか進まない、これは問題となります。そこで私たちは、共同研究といって、東大病院の松平浩教授、倉敷成人病センターの戸田先生と一緒に3社でこの腰痛を含めた身体化症状と枕の治療効果について研究を行いました。どういった研究かというと、当院、倉敷成人病センターの患者様84名に対して、このような今まで何の基準もなく選んでいた患者様の枕、これを中止していただいて、このように高さを一人一人の体格に合わせた手作り枕に交換していただきました。これを使うこと2週間また3ヶ月短期的中期的に経過を観察しました。ありがとうございます。そのような患者様は、うつ症状、不眠、頭痛、めまい、耳鳴り、息苦しさ、手のしびれ、筋肉痛や、胃腸症状、そして腰痛、背中の張り、さまざまな身体化症状、ともすると自律神経失調症とも言えるんですが、これらの症状をさまざまにいろいろなレベル、程度、強くも弱くもありますが持っている方々でした。この枕を使っていただいて経過を観察してみると、なんと胃腸症状を除く8つの症状が全て優位に改善したんです。この、腰痛を枕以外の、例えばベッドとかマットレスとか布団、こういった寝具には一切手を触れず、他の条件は変えずに、枕のみを適切なものにすることで、睡眠を観察したところ、腰痛を含むさまざまな身体化症状が改善したわけです。腰痛の改善について、こちらのグラフをご覧ください。この改善のメカニズムは確かにまだ全てが分かったわけではありません。枕を整えて寝返りがしやすくなって腰痛が軽くなったのか、枕を適切に使うことで睡眠がぐーっと深くなってよく眠れる、それによって痛みに対する感じ方が弱まり強い痛みを感じなくなったのか、そのメカニズムはまだ分かりません。でも少なくとも枕というこのアイテム、これをたった一つ条件を変えることで、腰痛を含めた自律神経症状のさまざまな症状が改善するとしたら、皆さんもぜひこれを試す価値はあるのではないでしょうか。皆さんもう一度この症状をチェックしてみてください。ここに書いてある症状、一つでも二つでも、もしくは全て当てはまるとしても、ぜひ今晩から枕を、高さを整えるということをやっていただいて、良い睡眠姿勢で眠っていただければと思います。僕も今晩から手作り枕やってみます。
この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。